エガちゃんです。やったー、エガちゃん、おかえりなさい、待ってました。はい、あたおかです。エガちゃんね、これね、もう本当にだいぶ前に買ってたんですよ。で、冬着ようと思ったらね、もう春夏です。これね、ウレタンがね、暑いで、これ裏にね、ボアがついててね、これで、なおかつかぶり、これさ、脱いだら髪の毛すごいことになるんだけど、いやー、もうね、昨日ね、エヴァちゃんがなんかこう重大発表みたいなあるみたいな感じで、ちょっと脱いでます。お弁当があと5分なんですけど、めっちゃやばい。うわちょっとねえ、なんか復活されたということで、多分今日はすごいワイドショーね、多分出ると思うんですけど、よかった。もうね、私ね、エガちゃん大好きなんですよ。ということで、ちょっとお弁当作っちゃいますね。お話はちょっとその後で、すいませんね、もう本当に。ワンタ途中で、料理の途中でワンタの介護してて、そうなんですよ。時間が、あ、大丈夫かな、時間もね、もう30分ぐらいちょっとワンタの方やってましたので、でも、ね、ほとんどね、できてたんですよ。できてたんですけれども、ピー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 って何がなってるの、お魚か、あ、お魚いけた。今日はね、銀だらの再開ケース、はい、ですね、お弁当詰めていきます。いや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 、ちょっとお弁当ね、詰め込んじゃいますね。で、今日はですね、もう、はい、タイマー終了しましたね。今はちょっと、じゃあついててね、はい、じゃあついててね。そうなんです、今日ね、お弁当が、おかずがある日とない日と、これがまたね、冷蔵庫の中が空っぽといっぱいとね、これがまたね、まあ、極端なんですわ、うち。で、今日はない日。ない日なんだけど、まあ、野菜類がないだけで、まあ、冷凍食品はね、あるのでね。はい。はい、さあ、今日焼き上げました。ご飯、塩昆布長、具材ございません。はい、塩昆布長です。はい、塩昆布長、はい、塩昆布長。うちをよろしくお願いいたします。お塩と漬物で食べてもらえるようにね、ちょっと久々にということは、海苔を巻いてみようか。海苔を久々に、これ開いてない、いつも海苔開いてない、海苔開いてないこと言ってるようですね。塩昆布長、いや、これだけ時間ないの、まあ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 でございます。音立ててごめんなさい、音を立ててごめんなさい。はい、塩昆布調で混ぜています、混ぜています。あとね、お漬物があるからね、これ混ぜすぎると、ちょうどね、ご飯でね、柔らかくなるんですよ、これ。で、混ぜすぎるとね、何言ってか分かんない。いやとりあえずご飯を持たせねば、ご飯を持たせねば。よいしょ、一口はね、食べられればね、一口でも食べられれば違うから。あ、お味噌汁が、今日ね、玉ねぎとね、わかめ、それしかないんだけど、あれあれ、あ、私こんなとこいつもと違うとこにポッと、そう、味噌汁ね、いつも忘れるから、ネギね、ネギをちゃんと入れてね、ネギを入れて、あれ、お玉も出してないじゃない、お玉も出してないよ。ネギ入れて、玉ねぎとわかめね、これですって言っても、もう玉ねぎとわかめなので入れます。お味噌汁があるのとないのと違う。
味噌汁ができました。懲りずに、まだこの漬物、まだ懲りずに、まだ懲りずに、まだ懲りずに、これ食べてんの、はい、永遠食べます。好きなものは永遠食べます。手を消毒したからね、漬物。最近なんかね、本当に加圧と、もうワンタが6キロね、一日中に揚げ下ろししてるでしょ。もう筋肉見てください、これ、やばいですよね、この子筋肉いる。あ、ちょっとそういう話してるわけ。いやー、ちょっと。まあもう本当に皆さんにね、お話ししたいこと、あ、赤株もあったのにな。ごめんね、ちょっと赤株明日。もうこれで我慢して、大きい大葉これなんか定番になりそう。あ、これでね、本当はね、これ葉っぱもね入れちゃいけないんですよ、夏はね。葉っぱからね汁が出るでしょ。それだけでね、あのお弁当がね腐りやすくなるんですよ。でうちはね、もう本当すぐなんで、すぐもう自転車こいですぐなんで、こんなことしてますけれど。もうありがたい。はい、もうコンビニです。もう全部コンビニ。あ、これ塩漬けのね、もう塩漬けだけのね。はい、これ梅干し入れました。ねえ、ご飯にね、白いご飯に、もう梅干しだけっていう感じ。まあこれでも、これもちょっと入れてあげようか。あ、どうしよう。ちょっとこれ、きゅうりの。ひどい、見てこれ。これひどい。どういうことしてるの？もう箸で。ねえ。おへらを洗わないという。へらへら。ヘラ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 。いや、こういうの見たら憎たらしいとか面白いですよね。すいませんね、憎たらしくて本当に。もうね、朝はね、もうはい、おにぎりがあればいい、おにぎりがあればいい。おにぎり。あ、青汁使ってる時間がない。残念ながら青汁は時間がない。青汁は時間がないよ。ねえ、今ね、あのお水入れてます、冷たい冷水。ねえ、本当に映画ちゃん復活おめでとうございます。ね、その親しいわけじゃないんですよ。勝手に一ファンなんです、一ファン。いいでしょ。ね、ね、芸能界の仕事しててもさ、あの好きな人がいたっていいでしょ。いいでしょ。許して。ね、許して。青汁できました。はい、青汁できました。サラダじゃない。サラダつけば何でもいいと思って。そんなひどい。これね、ちょっとね、小さめなんですよ。小さめ。ね、小さめ。これ。小さめ。あら、ちょっと焦げちゃった。あら、くっついた。え、クッキングシートなのに。これね、銀だらのね、あの最強焼きなんで、ホロホロなんですよ、これ。ホロホロ、今落ちたのはね、あの、ゴミ箱に行きました。すいません。これね、もうちっちゃいのでね、2つ入れちゃう。ね、2つ。もう魚大好きだからね、今は。今日ね、こうそうなんです。和食にしようと思ったんですよ。思ったんですが、ね、あの、お豆腐が今日までっていう感じだったんですね。なのでね、麻婆豆腐とね、あのパプリカとピーマン入れてね、チンジャオロース。なんちゅうか、本中かっていうのまだあるのかしら。いや、これでしょ。じゃあまずチンジャオロース入れようか。チンジャオロース。これね、彩りがね、あっただけでね、めっちゃ美味しいと思うのよ、見た目が。いや、今日はね、豚肉でございます。豚肉のチンジャオロースでございます。はい、チンジャオロース入りました。そしたらですね、はい、麻婆豆腐。ちょっとね、崩れたかな。あの、キンキンにこだわってみました。
ね、絹の靴下を知ってます知ってます、パパお豆腐好きだからね、お豆腐お豆腐もうね、これね見栄えなんて言ってられないのよ、あの美味しければいいっていう感じで、お昼たっぷり食べていただこうじゃないですか。そこにですね、そこにですね、きゅうり、きゅうり、ちょっときゅうり出しちゃう、ね、